アシックス里山スタジオやってまいりました。やっと着いたっすね。やっと着きました。まあ現在、もうちょっとで試合終わるんですけど、前半が終わるということなんですが、今回、アシックス里山スタジオの私たち3人が初めてですね、はい、初観戦ということで、はい、これから動画の中ではトークショーだったりランウォークだったり、そうっすね、ランウェイみたいな、はい、ランウェイみたいな、あとどうなるやろな、ねえ、あとはなんとウンパ君がなんとレフリーデビューさせていただきました。レフリーデビューも。レフリーデビューではないやん。いやーちょっと本当感慨深かったね。ああやっぱね。感慨深いお前。知ってくれてる人はね、審判ネタとかもやってたんで、こう地元のね家の砂のグラウンドでピピーとかやってたのが、J リーグの舞台でボールを持ってね、こう入場して、まあちょっと上がってあの歩くスピード速すぎてダゾーンにしてあんま切り抜かなかったんだけど。途中でほんま変。いやちょっと感慨深い経験をさせてもらいました、ね、ありがとうございます、本当に、本当ですよ、僕と梅ちゃんもリンクインシェレモニー初めてやりました、僕、はい、させてもらったんで、その模様はこの後動画でぜひご視聴していただければと思います。で、こちらのスタジアム4500近くのすごサポーターの方がすごいね来場しているということで、非常にね、あの注目するスタジアムではありチームなので、ぜひね、動画を見て皆さんぜひね、こちらのスタジアムで完成していただければと思います。じゃあ早速イベントからご視聴よろしくお願いします。あ、失礼します。待って、これ絶対なんかあるわ。はい、もうおかしいな、怖い、はい、怖い、しましたね、絶対ドッキリや、はい、来たね、何があるんだ、来たね、何落としたやな、ある、何バンジー、何バンジー、めっちゃ綺麗なお目や、えぐい、斜めめちゃくちゃ斜め、えぐい、待って、まさかここで完成、えぐいやん、えぐい、リップすぎる。え、しかもこれバリ祭りやん、バリ祭りすぎる。え、これな、これハッピーちゃん、ハッピー、ハッピーです、ハッピーか、いいじゃないですか、祭り感が、祭り感すごい、やばい、いや待って、何ここってこんな感じで、ここがいる、待って、ここおるやん、すごくない、なんかすごいいいっすね、近いの、これめちゃくちゃいいわ。これからトークイベントっていう、じゃあちょっとトークイベント、はい、はい、盛り上げていきましょう、いきましょう、うちの世代の新幹線、私物じゃないわ。やっぱ同級生いるとね、いいよね、楽しい、ある楽しい、楽しいって顔なくね、はい、はい、皆様大変お待たせいたしました、アテネ五輪でもご活躍された元 J リーガーの那須大輔さん、皆さんお手拍子でお願いください。さあ続いては人気 TikTok クリエイターのウンパルンパさん、バモーす。さあ続いては緑の頭がトレンドマークのサッカー系 YouTuber 梅ちゃんこと梅谷健人さん、お願いします。お願いします。さあそして元 J リーガーの駒野雄一さん、お願いします。お願いします。はい、ということで本日トークショーの司会 MC やらせていただきますウンパルンパと、梅谷です、よろしくお願いします。お願いします。コマとは同級生、あ、アテネ世代、はい、はい、で10秒でも一緒にプレーさせてもらって3年間、なるほど、はい、那須大輔です、よろしくお願いします。よっ、皆さんお久しぶりです。今はサンフリッチ広島のクールコーチやっています、コマです、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず那須さんとコマさんの、まあ接点みたいなところをちょっと、まあ、知ってる方もいるかもしれないですけど、ちょっとより深くお聞きしたいんですけども。一方的に知ってました、高校生からあだ名新幹線って言われてました。え、あのサイドのアップダウンがすごすぎて、早すぎて、というか早すぎて新幹線、同世代そこら辺の界隈では新幹線呼ばれてました。はい、ユース世代の代表で、そっから知り合いで。え、駒野さんから見る那須さんのなんか印象みたいな、どんな感じなんですか。その時はストイックだった。今もだいぶもう僕ら心配になるくらい動いてますけどね。おかしいぐらいストイックになりすぎてるよね。あ、そうですよね。プロやめてストイック増えたんですか。増えたよね。増えたかもしれない。選手でまだやり続けるのか、監督を目指してるのか、お笑い芸人を目指してるのか。選手でもちょっとチャレンジはまだしたい。うわー、すごい。アシックス里山スタジアム、多分初ですよね、那須さんは。俺は初です。どんな印象ですか。山道をずっと来たんですけど、高速使わず、はい、どこにグラウンドあるんだろうと思って山抜けたらバーンとこう、ね、スタジアムがあって、しかも町ともすぐ連携しててって、ですよね、すごいなって、岡田さんすごいなって。この後のね試合、
必ず勝てるように、勝ち点3取れるようにね、全力全身全霊で私も応援しますので、全員でね、一致団結して絶対勝つぞー。おー、OK です。最高です、最高です。はじめまして、ラスナイスケさん、そしてインフルエンサールッパルッパさん、さらにさらに人気 YouTuber 梅ちゃん。オッケーオッケー。はい、またやってるね。はい、なんや、どういうこと、なんやそれ、わからんやろ、どういうこと、何を言ってんねん、なんでそんなのわかんの、どういうこと。あ、なんかさっきから言ってたの、プロに行きます、プロ、あの最近やってられた時でスタートミスしました。バモバモバモ、続いては FC ヌーバリ2024シーズンブラックパートナーを紹介します。トップパートナー翌日シーズンパートナーユニチョン株式会社、絶対勝つよ。明治安田、本日の本編を一緒に盛り上げていただき、よろしくお願いします。お願いします。また、はい。頑張れよ。ありがとうございます。いや、ついに始まりますね。まずはランウェイ。まずはランウェイ。ランウェイ。こうやって、なんかポージングして。セクシーなポーズ。セクシーなポーズするわ。え、いけてる俺。ここが、最悪や。俺らさ、もう縁がないやん、ランウェイとかに。なさすぎる。それをやらしてくれるんや。優しい。なんて優しい。人生でランウェイなんてすると思った。ないないない。ないっしょ。何がどうなって。めっちゃ緊張してきた。何がどうなってもランウェイはせん。やばいね。俺らみたいな。こんな形でね、J のピッチに帰ってくるなんて。そうですね。想像もしなかった。本当にありがたいですよ、やっぱり。このピッチに立てるのはね、なかなか経験としてないので。ラスナイスさんとエンジョルさん、ぜひ登場します。ラスナイスさんやスリーとして日本のクライアントシリーズを公開。こちらの本日の公開で、アメリカの国際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 アリアンドレベル、ウクライの知識、多くの国民を生みます。今、地元のインフルエンサーです。プレジャーが世界バージョンのフェローバーのサッカーで YouTuber。サッカーは決めれば、オフレス。YouTube サッカーでは、オールナイトのレベルを取り上げます。日本のコースを出し、手で満足写真を撮る全国の学生が少し最近では大きなボディとして食べ物が加速し、岡田先生が演技とした作家主に本当のデータにして感動、アブラの上からイラスティーションを落とし、はじめまして、こんにちは、ウムダムと申します。チームアリサポートの皆さん、こんにちは。ちょっと初めてのランウェイにめちゃくちゃ緊張しましたけれども、なんとか無事に言い切ることができました。本日の試合ね、必ず勝ちましょう。私たちは来週末の TGC 松山に出演させていただきます。四国で TGC をやるのは初めてということで、盛り上げられるように頑張りながら美味しいものを食べられるなと思います。よろしくお願いします。皆さんで盛り上げていきましょう。よっしゃ。どうした、緊張しません。いや、全然もう歩くだけなんだよ。歩いて帰ってきたらもう終わってた。何も覚えてない。頭真っ白やし、舌真っ白やし、課金者やね。ちょっとやばい、めちゃくちゃ緊張してるわ。ボールね、ボール取らないとね。ボール。テーピング組です。森さんチェックいい。お前、どうもあれへん。お願いします。
選手と一緒に入場するエスコートキッズ。顔やばい。今ボールがピッチに投げ込まれて、ウンパルマ様レッドカードを提示しています。会場からは大きな拍手が巻き起こりました。いやちょっとね、マジ緊張したんだけど、思いのほか審判になりきれました。あ、ほんま、自分を審判やともう思っててこう撮ったし、だから多分相当自信満々な顔で撮ってると思う。いやめっちゃ気持ちかった、一つの夢叶った。気持ちかったよ。やっぱ俺レフリーのネタも結構やるから、なんかすごい夢叶った気分。確かにそうやな、本当に審判になった気分やな。だって選手と引き連れたよ俺が。お前先頭で落下してるだけ早かったからね。まだ慣れてないな。私たちはこれから完成しましょうか。はい、今日はもう盛りだくさんだったんで、トークイベントあり、ランウォークあり、あ、キッキンセロムリー、そうですね、はい、ちょっとありながらだったんで、はい、やらせてもらいました。エントリーがすごかった。ダゾーンでも視聴できるから、運搬の勇姿がボールを盗んで、はい、行ったやつがいますんで。会場やからね、キックインセロン。あれなんで俺、ね、なんで出たの？レッドカード。ずれてたし、もうちょっとやっぱいい球蹴らない。ああ、ごめんなさい。セレモニーやからね。ラストも初めてキックインセレモニー。いや初めてだった。ちょっと感慨深かったね。ちょっとね、やっぱあの行く前に行こうぜっていう、あのなんかこう気を引き締めていく感じ。懐かしいなと思いながら。あっち側でしたもんね。そうそう、あっち側の人。そうか。セレモニーなんか気にしてないですもんね。試合する人は。そうそう。おむそば、うわうまい、コロッケと唐揚げと明太唐揚げ、あとスムージー、うわ食べましょう。いただきます。いただきます。いただきます。うまそう。おむそば、ここ気をつけてね、スタグル系で、皆さんは攻撃してきますんで、ドッキリ。そうだ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 、え、なんですか。そうだね、なんすか、うん。で今こうスライドしてきたね。してきたね。いただきます。俺激辛やられたことないっすわ。いただきます。なんか飯に何かを仕込みたい人なんで、この人はとにかく普通に食べろよ、美味しいもの。いただきます。いただきます。いただきます。うまい、うまい、よかった、うまい、めちゃくちゃうまい、うまっ、唐揚げも、うん。スタジアム外の紹介はちょっとしてなかったんで、こちらはい、あと、まあ、オフィシャルグッズがあちらで売ってるんですが、であのスタジアムの裏側にはスタグルだったりとか盛りだったりになりますので、でこちらの方も、まあ、サロンがあったりとか各ブースがいろいろと盛りだくさんにありますので、はい、あ、あれだ、これからハーフタイム、ハーフタイムには僕らなぜここに来たかというと、僕らは盆踊り、盆踊り、はい、盆踊りですかね。これはサポーターの人たちと、はい、
勝利！いやー勝利！やったぜ！バモスバモス！最高すぎた！よかった、最後ちょっとヒヤヒヤしましたけどね。ヒヤヒヤしました、本当に。アディショナルタイムがまさかの9分。7分 !9 や言うて。7 !9 や言うて。7 7って 9? 聞かないよね、なかなか。だって、9分の間に2点動いた。あった。ね、そうだよね。そう、2点。すごいね。いやよかった、でも勝った。ほんまに勝ってよかった。やっぱこういうさ、バリ祭りとかなんかこうイベントごと大きいのを打ち出してるときやっぱ勝利で盛り上げないとね。間違いない、間違いない。まあダービーっていうのもありましたので、はい、はい、この勝利はかなりでかい。でかい。しかもこの混戦なので多分3か4差ぐらいに2位まで入ってる。わーすごいね。じゃあマジ大事な勝利。そうだから、これ2連勝とか3連勝するともう一気に昇格の場所だ。そうですね、はい、県内にも入ってくるので、次はね、もう入場だけじゃなくて前半ぐらいはちょっとレフェリー任せてほしい。あかんよ、そんなことすんだよ。俺にね、いやでも俺がにボール取って勝ったからね。これ確かに、いややっぱりこうちょっと俺の気分的には良かった。ちょっとやっぱりこれね、そのこれもし仮に負けちゃったりしたら、いや、うんぱさ、試合前そういうのやるからでしょみたいな。結構一か八かやったよ。結構一か八かマジで。めっちゃハラハラしてた。うん、いや、ありがたいですね。こういう機会を与えていただいた今治さんね、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、今後も、もしもこういうね、オファーがあればぜひ、あの、私たち参加させていただきたいと思ってるので、私も、あの、Jリーグ出身なので、Jリーグ盛り上げていきたいと思ってるので、はいはい、ということで、今回、アシックス里山スタジアムから FC 今治ホームゲームをやらせていただきました、撮影させていただきました、概要欄の方に今後のスケジュール含め、FC 今治の情報を載せさせていただきますので、皆さんぜひ現地に来て観戦していただいて、今治の応援をしていただければと思います。はい、これから、はい、FC 今治プランでグランピング行きます。よっしゃ、この夜食をかけてカラオケ対決。なんなんそれ。広い宇宙の数ある一つ、もっと騒げ怪獣の歌。えぐい、やばっすね。やばっ、えぐい。